おお、映った映った映ったすげえ、上級者だ上級者ですね、これみるみるランド。はい、こちらわんぱくグリーン滑り台というのがあるので、ちょっとこれも見てみましょう。あー、これだ。あ、これ面白そう今、滑り台降りてきます。来た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 、結構早いね。わ、これすごい、ちょっと怖いです。スリルある、スリルある。じゃあ山山さんどうぞ。山山さん余裕じゃないですか。あ、結構来ますねこれ。あお、この紐で多分左右ってバランス取ってやる。あ、そうなんだ。はい、ではね、今度はゆうきさんとやまやまさんが競争するということなので、はい、準備できましたか。はい、用意スタートということで、どっちが先に降りてくるか競争ですやまやまさんがくるくるしてますはい、一回崩しちゃうと難しい。ダメです、体勢立て直すのが難しいです。あの北海道に行ったあの時を思い出しますよね、滑ってるの。みるみるランド、ああいう普通に渡るぐらいだったら誰でもできそうじゃないですか。あー、へえ、嬉しい。あー、確かにこれ難しいわ。あ、でもいける、いけますよ。大人、私もっていけますよ。大人ですから。あ、しかもこの上に捕まっていいなら楽かも。あ、でもうん、普通にいけてるね。普通に、うん、全然余裕でいけます。はい、ゴール。じゃーん。はい、次の釣り場所はゆうきさんがチャレンジ。あー、なるほど。これは、あこれ、なるほどね。いけるっちゃいけるけど。いけますよね。いけるけど、これね、高所恐怖症の人はちょっと怖いかもしれない。あー、高いから。高いから。こっからはもう両方捕まれば余裕。結構でもね、グラグラするわ。もうなんか余裕になってきましたね。余裕余裕で、このロープが1本になるところがね、うん、ここが怖い。あー、もうないところですね。はい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 、確かに。こっちは上級編らしいですよ。なんだろう。こっちも長いんじゃないですか、長さが。ああ、こっちの方が。下のやつと比べて。そうですね。確かに確かに。これは多分きついと思いますよ。きついですよね。これはきついです。早めに行かないと頭の中にどんどん血が残ってなりますね。これはちょっと危険。危険ですね。ターザンお釣り。難しい。足これ。あ、安定しないんだ。へえ。どうやってこれ登るのって。あ、本当だ。登るの難しい。いや、これ無理だわ。これね、登るのがね難しい。落ちます。ああ。こっから映るんでしょ。これ。足離すと。これね、これ難しい。上級者。上級者でした。映るのが難しい。いや、そっから。おーおー、映った映った映ったすげえ、上級者だ上級者ですね、これ。もう無理なんですけど。え、これ5個は辛い。はい、こっちの方が簡単じゃないですか。じゃあ引き続きそっちもどうぞえ、だってわかんないけど、え、輪っかの中に足入れてるんですよね。いいんじゃない。これ、あ、でもなんかこれ分かれてないよ。距離が遠いんだ。
あ、体振って思いっきりロープそれ掴まないと。おお、なるほど。でも足がそれまだ輪っかの中入れるからいいんですよね。こっちこっちは多分無理だよ。うん、あ、それだったらいけますよね、うんうん、あ、でも結構上手じゃない。でも体は振らないとなんかまた先になります、ね、なんかすごいあの筋肉痛になりそうだね。あ、もうすでになんかちょっとその兆候がみるみるランド。このゆらゆらネットあたり ABC ってありますけどね、難しさは基本的に中級者みたいですけど、高さが違うんですかね、この一段一段のまあすごい登ることがそうですね、そこを登って越えていかないといけないですもんね。お、いた、行きました。しかもこの、ね、サンダルっていうのがね非常に足元が悪い、これで渡るのがそうですね、確かにサンダルはきついですね。しかもなんかいろんなとこ引っかかるし、まあ、あれですよ、危険なヒヤリハット。この体勢で恐ろしい。でもね、真ん中まで、真ん中大丈夫、真ん中掴めば。ああ、切れば。あ、はい。お帰りなさい。すいません。ありました？ あ、あの上のところにあの馬がいるところ、あそこ水道あるんで。ああ、そうなんですね。あっちの方に。はい。あ、よかったよかった。全然来てないしね、すいません。じゃあ、こっからが大変。そうですね。方向転換しての、足かけての。そうそうそう。ここ、ここもう足引っかかってる。足引っかかってる。ゆきさんサンダルというハンデを追いながら。サンダルよくでもや。はい。はい。いやー、いい運動になりますね、ここはね。すごいですね。なんか全身使うのっていつ以来だろうぐらいの勢いで。いや、本当にもう筋肉痛になるわ。普段使ってない筋肉。すごい。こんな感じでね、いろんなタイプのアスレチックがありますね。え、すごい。え、これってあれじゃないですか。ジャンプしてバシッて。ジャンプするのこれ。え、だってこの高さおかしくないですか。そうじゃないとしたら飛びつき走ってネットに飛びつくそうですよね、走ってネットに飛びつくって結構ハードル高いですよね。飛びついてその後は降りるときはこれ普通に降りるみたいな感じですかね。多分そうだと思います。ほっ、あ、ちょっとジャンプが盛り足らなかったかもしれないです。もう一回やってみますか。ちょっともう一回、ちょっとあの怖かったっていう部分がおお、そういうことだね。じゃーんとこんな感じになりました。カタリストレーナーの綱渡り。あー、簡単。みるみるランド。なんかアスレチックでよく見るやつが出てきました。恐怖の吊り橋渡り。恐怖。追い越し禁止。追い越し禁止。電話を持ってね。追い越し禁止って追い越せないですよね、これ。どうやって。これ片方だけでタタっていっちゃう子もいるのかもしれないですね。
なるほど。確かにちょっとね、ちょっとした恐怖はありますね。ちょっとした恐怖ありますか？ちょっとした恐怖はあります。で、ここからこっちに。これ合ってるの？まあ、特に正解はないんじゃないですか。まさかの。バランスが難しいわ。そうですね。なんかカメラ持ってる手がいつもより辛い。もうすでになんか腕に来てます。ここね、森のアスレチックにいました、いつの間にか。でもすでにね、だいぶやってきましたね。だいたいやってきましたね。あのモンキー渡りとかネットトンネル下り以外はやった感じがします。すごい楽しいですね。本当にね、森の中にある感じで、この緑の中にアスレチックがいろいろあります。これじゃあこれやります。はい、そして最後これここに、はい、山さんがね、今度こちらに挑戦します。ゴールにたどり着きました。あ、いい感じ。